するとかなり夕方っぽくなってきてます。予定よりも2時間くらい遅いのかな。今日中に東京に帰る予定なんですが、どうなのかしら。風の音と、風に揺れる葉っぱの音と、あと緑の匂いと、なんか五感がすごくいい感じで刺激されて、とっても心地よいです。まあ晴れてるのは大きいよね。でもね、海風が強い日とか割と大変そうだな。山頂から500メートル来ました。さっきはその辺で休憩して、あと700メートルもって言ってたんだけど、そんなに大変ではなかった。ここから約2キロです、灯台まで。明日行くのサウナ。明日行く。あ、それはちょうどいいね。そうだね。多分さ、太ももがさ、この人まだ頑張る気だみたいな、そしたらそこ力出さないとみたいな感じになって。だいぶ太陽が傾いてる。わー、海。なんか海が一方方向じゃなくていろんなところに見えるのがすごいな。海に囲まれた山。また真っ赤な紅葉ゾーンに戻ってきた。下が見えてる。本当は昨日夕日を見るはずだったんだけど、昨日は見れず、そして今日は夕日の前に帰るはずだったんだけど、なぜか夕日が今日見えてるっていう、いろんな計画の変更があります。ダンス、なんかずっと全く人生の中でやったことがなかったけど、でも、私もでもメキシコに来た時のダンシングオナリーズを習ってたから、なんかすごい楽しい。ああ、いいよね。フリーダンス、うんうん、フリーダンス、フリーダンス、うん、楽しい、楽しいし、なんかみんなやったらいいんだろうなって思う。すごい開放的な気持ちになるよね。そうだよね。でもどう踊っていいか分からないっていうのはすごい分かるよね。ああ、あるある。あの、やってなかったらね、うんうん、ああ、光が綺麗、うん、なんか秋の光っていいよね。いいよ、柔らかな、深い光。ねえ、今日最高。昨日も面白かったけど、昨日と今日の順番で良かったね。なんか昨日が明日の今日でね。そうだね。あれは
ライトつけて暗い中で。子供たちの手元早く。そうだね。それでなんか日の出とかが見えたりするかもしれない。そうだよね。それをみんな目指していってるけど。でも降りてくる時に光が、うん、出てきてすごい良かった。景色に気を取られると足を取られるっていう。わあ綺麗。朝より全然佐渡がクリアに見えてる。あ、灯台も見える。もうちょっとだ、もうちょっと。